どうもー、ひいずる国 TV のお時間です。批判に慣れて麻痺するともう完全に隠さなくなるんでしょうか。今回はあのおなじみのサンデーモーニングの関口氏が番組中に発したコメントがまたしても話題になってる模様です。産後に関口博氏津波警報の日本地図に困惑、あそこへ出さなきゃならないんでしょうか。俳優の関口博氏が16日司会を務める TBSK サンデーモーニングに生出演。発令中の津波警報と注意報を画面上に表示した日本地図に困惑のコメントを残した。トンガ沖で海底火山が噴火した影響で奄美群島、トカラ列島、岩手県に津波警報、太平洋岸の各地で津波注意報が発令。放送中には発令中の地域を示した日本地図が画面上に表示された。政府が新型コロナウイルスのオミクロン株の感染者の濃厚接触者の待機期間を短縮することを発表したニュースを取り上げた午前8時29分頃、関口は画面がどうしても津波の警報を出すために日本地図をあそこへ出さなきゃならないんでしょうか。ちょっとこれは見にくいかもしれませんが、今日はちょっとお許しくださいと話した。また気象庁の発令についてはなんだかよくわかりません。今回のことといい、気象庁ですら今回のことがまだはっきりわかっていないっていう非常に珍しいことが起こっているわけだねとコメントしたとの内容です。太平洋のトンガ沖で海底火山が噴火したことで発生した津波は遠く日本にまで影響を及ぼし、潮位の変化により漁港で船が転覆するなど大きな実害も発生しています。気象庁の発表によると、正確には津波ではないとされる今回の現象ですが、発生メカニズムなどもまだ不明と、ある意味全く未知の現象であり、今まで新型コロナウイルスという未知の脅威に対し政府の対応、未知の脅威への対策はどれだけ尽くしても足りない、政府は人命軽視だと散々政府のコロナ対応やオリンピック開催を批判してきた TBS。 その中でも特に反政府、反自民、反権力、反安倍、菅路線をひた走ってきたサンデーモーニングであれば、当然未知の脅威への対策はどれだけ尽くしても足りないと、今回の未知の新型津波現象に対して国民の生命や財産を守るため、それこそ速やかに映像を広く国民に届けることのできるテレビという媒体を通じ最善の報道を行わなければ現行不一致と言われても仕方のないものでありました。そんな画面上に映し出された日本地図に対し、津波の警報を出すために日本地図をあそこへ出さなきゃならないんでしょうかと発言した関口博氏は、地図上に津波の発生状況、発生予測状況を記した日本地図以上に、どうすれば国民にこの未知の脅威の到来を正確に伝えることができると考えていたのか、ぜひお聞かせ願いたいものです。2020年8月の放送の際には、韓国の制作した安倍総理、土下座像に、あの程度の憎悪と発言し、直近の衆議院選挙後の放送では、戦前の予想に反し大敗した、野党、立憲共産党のことをおもんばかって、厳粛で重苦しい雰囲気で終始放送、そして、オリンピック開催の際には、お祝いムードなど微塵もない、お通夜のような雰囲気で番組をスタートさせるなど、日本に対し恨みでもあるのでは？と感じずにはいられない、過去の関口氏や同番組出演者の発言を精査していくと、この日本地図をあそこへ出さなきゃならないんでしょうか発言は、情報として邪魔だったのではなく、単純に日本の国土を自分の番組には映してほしくなかったのではないか、と邪推してしまいます。2003年11月2日に放映された回では、
当時の石原慎太郎東京都知事の韓国併合に関する発言を正反対の意味に改変し報道した事件以降、様々な捏造、変更報道を繰り返しており、サンデーモーニングといえば捏造、変更報道という印象をお持ちの視聴者の方も多いのではないでしょうか。そんなサンデーモーニングといえば、捏造、変更報道以外に、これまでも出演者のとんでも発言がたびたび話題に上がるなど、いろんな意味で我々国民に話題を提供してくれるエンターテインメントの鏡として、要所要所で炎上芸を見せる炎上系地上波でしたが、そんな某有名 YouTuber 柴田さんも驚く炎上芸を今回も披露してくれたということでしょう。実際にサンデーモーニングは制作を手掛ける株式会社産経の社長は関口氏、やたらともったいぶった喋り方で、難しいことは煙に幕でおなじみの菅善純氏や、頼まれてもいないのになぜか全国のおばちゃん代表を自称する谷口真由美氏など、出演者の多くもこの産経の所属であり、いわば関口氏を中心とした同一の考えに基づいた番組制作が行われていると言えます。また同番組に頻繁に出演するジャーナリストの青木治氏は、2017年アベマテレビの番組に出演した際、安倍政権のことを史上最悪の政権などと批判、司会を務める小林アナウンサーに、では最悪という根拠は何なのか、そしてジャーナリストとしての見地から対案を示せと言われ、全く対応できなかったばかりか、自分たちジャーナリストは泣き続けるコオロギであるべきというまさかの対案はコオロギ発言で、会場の他の出演者から失笑を買いました。そんな青木氏ですが、味方ばかりのこの番組では打って変わって生き生きとした表情を見せ、見事な内弁慶ぶりを視聴者に見せつけているのですが、2019年11月10日の放送では、日韓請求権協定に関し、日本は65年の日韓請求権協定で徴用工が解決済みと言ってるが、それでいいのか、大元は日本の行いが原因ではないかと主張、直ちに同じく出演者の田中修正氏から、05年にの政権が解決済みと認めてる、韓国とは付き合いきれないと反論され、青木はアベマテレビで小林アナにやり込められた時と同様沈黙しました。こうしてお仲間ばかりの番組ですら泣かないコオロギになってしまった青木氏ほか、同じ考えのお仲間内でしか通用しない理論構成しか構築できない左派系言論人の墓場になっている感の強いサンデーモーニングですが、当然ながら国民からの評価は低く、炎上事件を起こすたび代表である関口氏の退任や番組自体の打ち切りを望む声が絶えません。2017年に30周年を迎えた同番組について、関口氏は中道のつもりでやってきたが、左派系メディアがみんないなくなって気づいたら自分たちが左派になっていたなどと意味不明の供述をしていましたが、この認識のズレは30年かけて醸成されてきたものであると考えると、なかなか感慨深いものがあります。おそらくご自身では気づくことはないでしょうが、テレビというメディア、そしてその番組制作を一手に引き受け、出演者まで意のままにできる立場のご自身含めた番組自体が、関口氏自ら忌み嫌う権力側として国民の目という厳しいジャーナリズムにジャッジされており、その国民からノーを突きつけられていることが、近年の視聴率の低迷、相次ぐ炎上事件につながっているのではないでしょうか。近年勇退されたスポーツコーナーを長年担当してきた張本勲氏より、先に辞めるべき人物は他に多数いると思うんですけどね。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。どうなるかわからないんだから、最悪を想定して騒ぎすぎてもいいじゃん。結果、何事もなくても、
何の情報もないまま人的被害が出るよりはるかにマシだわ。逆に三文字を右下に表示すればいい。なんだかよくわかりません。今回のこと、こういう時こそ100人に聞けよ。災害情報を邪魔者扱いすんなよ。バツ、あそこへ出さなきゃならないんでしょうか。丸、関口博士はテレビに出さなければならないのでしょうか。ハリーではなく、こいつを首にするべきだったんだよ。日本人の不幸を喜びと飯の種にしているし、これアウトじゃん。意識まるでないじゃん。以上、アメリカさん、ここにもいますよ。CSIS でマークすべき人物が。